改札口ホーム、梅ヶ島駅は、山口県下関市と浦町大わざ母京墓境わざ映えが峠にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅、本州最西端の駅である、下関駅が管理している、無人駅である、旧豊浦町と旧下関市の境界にあった。駅名は、梅ヶ、峠という峠の中からだが、その名は昔、峠のあちらこちらに、 梅の木が生えていたことからと言われる。また、峠を、うと発音する例は、山口県でよく見られる。駅舎は、待合室兼用で、その内部に、自動券売機が設置されている。また、駅舎及びホームに、本州最西端であることを示す、看板、案内がある。下の関側に向かって、左側に一面一線の単式ホームを有する、地上駅。 道路から階段で数段降りたところにある。防線構造のため、下関方面域と小串方面域の双方が、同一ホームを共有する。下関市吉見と豊浦町圧母郷の間の峠、梅ヶ島のすぐそばにある。道路沿いに、国道191号が走る。駅東方に、バ光学院大学梅ヶ島キャンパスがあったが、下関市中心部にある、 東駅キャンパスに統合され、2002年頃を最後に利用されなくなっている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。